私の名前は A 子。この春から中学生になった。もともとそんなに友達は多い方じゃないけれど、小学校の頃仲良かった友達はみんなクラスが離れてしまって、まだクラスには馴染めていない。おはよう。おはよう。ガンタ君おはよう。おはよう。アザラシさんおはよう。おはよう。今日さ、英語の小テストやるって言ってたよね。おとなしさんやってきた？あ、うん、軽くだけど。マジか、俺全然やってないや。彼の名前は山田元太くん。明るくて人気でクラスの中心みたいな人なのに、私みたいな地味なやつにも分け隔てなく話しかけてくれる優しい人。あ、ミミちゃんおはよう。おはよう。山田くん、エイコちゃんおはよう。ミミおはよう。ミミおはよう。エイコ、英語の小テストの勉強した？うん、一応やったよ。偉い、さすがエイコはしっかり者だな。私なんて昨日クッキー焼いてたらしっかり忘れちゃってやばいよ。よかったら出そうなところ教えるよ。え、いいの？やっぱりエイコは優しいね。ガンタ君もそう思うよね。あ、うん、おつなしは優しいと思うよね。本当に優しくていい子。あ、焼いてきたクッキー食べて。余っちゃったからガンタ君もどうぞ。おい、ホームルーム始めるぞ。そこ座れ。はい、じゃあまた後でね。またね。ビミは中学に入ってから最初にできた友達。誰にも話しかけられず、一人でいた私に話しかけてくれて、一緒に行動するようになった。可愛くて男子からも人気があるビミが、正反対の私を友達にしてくれた理由なんて考えてもみなかったけれど、今思えばそれもビミの計画のうちで。さっきの英語のテストありがとう。ビミと俺も一緒に教えてもらっちゃってさ。全然いいよ。私は当たりそうなところを教えただけだし。テストどうだった？教えてもらったところしっかり出たからなんとかなりそう。それならよかった。お礼させてよ。え、お礼なんて。え、何の話？なんでもないよ。ね、おとなしさん。うん、お礼なんていいよって言いそびれちゃった。それなんかずるい。いいこと、私は仲良しなのに仲間外れってこと？そんなことは。ま、いいけど。そういえば朝渡したクッキーどうだった？あ、美味しかったよ。中学のそばにあるお菓子屋さんのクッキーぐらい美味しかったよ。料理うまいんだな。あそこのクッキー美味しいよね。好きだから同じ味になるように頑張っちゃった。あはは。ビミはお菓子作りもできるなんてすごいね。そんなことないよ。てか、エイコのお弁当茶色ばっかりで男の子みたい。え、そうかな。そうだよ。やっぱり普段料理してるからか、彩りとかすごい気になっちゃうんだよね。そういうの気にしたことなかったな。お父さんのと一緒に作ってるから。へえ、偉いな。おとなしい、自分の弁当もお父さんの弁当も作ってるのか。ガンタ君は趣味とかないの？え、俺？趣味か、強いて言えばサッカーかな。あとは結構写真とか絵とかそういうのを見るの好きだけど。え、意外。そういうの全然縁なさそうなのに親がそういうの好きでさ。そういうギャップいいなね。絵かもいいなって思うよね。うん、美術鑑賞とかいいよね。ちょっとやだ。美術鑑賞がいいってことじゃなくて、ギャップがいいねって話じゃん。エイコってほんとちょっと抜けてるよね。なんか、ごめん、そういう話疎くて。おとなしさんはさ、確か美術部だよね。どんなの描くの？今は油絵とかそういうの。俺見るのは好きだけど、描くのは全くだからさ、すごいなって思って。そんなすごいってほどのものじゃないよ。学校の美術の延長線みたいなものだし。それでもすごいと思う。ドキッとした。ガンタ君のこのまっすぐな目で見つめられると、すぐに目をそらしたいような、ずっと見ていたいような、不思議な気持ちになる。ガンタ、昼一緒に食べに行こうぜ。オッケー、今行く。じゃあまた後でね。ガンタ君ってほんと優しいよね。エイコが話に入れてないと率先して話を振ってくれるじゃん。確かにそうかも。ほっとけないんだろうね、優しすぎて。だからさ、勘違いしない方がいいよ。勘違いって？そんなの言わなくてもわかるじゃん。まあ要は、ガンタ君はクラスの人気者でしょ。だから特別扱いされてるなんて思わない方がいいよってこと。
こういう時私はビミに見下されてるような、そんな嫌な感覚になる。確かにビミは私といてもつまらなくて話が合わないなと思ってるのかもしれない。そう思うとなんとなく私はビミに友達でいてもらっている、そんな感じがしてしまうのだ。そしてこの後私の運命を左右する不思議な出来事が起こる。ああ今日もなんだかすごく疲れたな。教室にいると息が詰まる感じがしてすごく苦しい。その点美術室は気が楽だ。なんだこれ、私宛てだよね。一体なんだろう。突然こんなのが置いてあって不自然だよね。でもこの絵の色合いが優しくて好きだなと思って手紙を書きました。うまく伝えられないけど、あなたの絵がとても好きです。でも私の絵に対してだよね。誰がこんな手紙を。差出人も書いてないし怪しい。でも不器用だけど、こんな風に好きだって言ってもらえるのは嬉しいな。何でたのかね。おい部長、この人は美術部の部長。いつも突然現れる。彼女はいつも謎の彫刻を作っているんだけど、中学生ながら彼女の作品は賞をいくつも取ったりしていて、めちゃくちゃすごい人なんだ。ファンレターですか。確かに1年生にしてファンができるとはさすがだね。恐れ入ります。あ、部長はこれどんな人が置いていったか見ませんでしたか。差出人が書いてなくて。見てみるに、私もさっき来たところだし。そうですか。誰が書いてくれたんだろう。差出人なんて関係ないよ。こうやって君に愛を伝えてくれている人がいる。それだけは事実なんだから。ああ、確かに。返事を書きたまえ。私たちみたいなアーティストはファンとの交流も大事だよ。でも差出人が…元あった場所に置いておけばいい。本当にファンならまた手紙を置きに来るだろう。そうか、また書いてくれるかな。返信なんて必要ないのかもだけど、嬉しかったから話の方へ。私の絵が好きだと言ってくれてありがとうございます。この一通を始まりに、七瀬さんから不定期に手紙が届くようになった。私が描いた絵のこと、それからたわいもない好きなものの話。不思議なことに七瀬さんと私の好きなことはすごく似ていた。だからうちには私に大きな影響があるなんて思わず、この人と友達になれたらいいのになんて思いながら私は返信をしていた。そしてついにビミと私の関係を揺るがす決定的な一言がこれから私を待ち受けていた。ねえねえ、おとなしさんさ、正直ビミと一緒にいるのやめた方がいいと思うよ。え、なんで急にそんなこと。いや、おとなしさん、ビミにいいように使われてるだけじゃん。はっきり言って、引き立て役なんだよ。引き立て役。自分は誰にでも優しいですってアピールに使われてるの。一緒にいてしんどいでしょ。あいつやたら上から見てんじゃん。大抵が話だと覚えてる。聞く。正直彼女が言ってることが全くわからないわけではない。あいつもおとなしさんのことを対等な友達なんて思ってないよ。言い方悪いけどさ、自分を飾り立てるための道具なんて。小学校の時からそういうやつなの。だからおとなしさんも関わるのやめな。見てるこっちも嫌やつ。でもたとえそうだとしても、ビミはこんなつまらない私に唯一話しかけてくれた大事な友達だよ。バカらしい。別におとなしさんがそれでいいならいいよ。思わず反論してしまったけれど、本当だとしたら私本当にビミを友達だって思えるのかな。この時の私はまだビミを信じたい気持ちと疑う気持ちの間で揺れていた。でもこの出来事から私の疑う気持ちがどんどん膨らんでいくほど、ビミの態度があからさまに変わっていくのを感じていく。ねえねえ、ガンタ君ってさ、インスタとかやってないの。やってない。俺そもそもまだスマホ持ってないんだよね。え、それ超不便じゃない。絶対あった方が便利なのに。俺機械系苦手なんだよね。いける。なんかガンタ君おじいちゃんみたい。おじいちゃんって失礼だな。ガンタ君ならさ、顔もかっこいいから TikTok とか始めたらすぐバズると思う。 TikTok って何。え、それも知らないの。やばいって。おとなしさんはやってるの、インスタとか TikTok とか。あ、エイコもなってたんだ。全然気づかなかった。
あ、今戻ったばっかりだから大丈夫。インスタは見る専門、 TikTok もたまに見るよ。私どっちもやってるけど面白いよ。結構いいねつくんだ。エリコもさ、絵とかあげれば。よくイラストみたいなのあげてる人いるじゃん。あー、でも私あんまりああいうイラスト得意じゃないから。絵描ける人ってみんな漫画みたいなイラスト描けるのかと思ってた。絵にも種類があるから。私は風景画とか。てかさ、ガンタ君聞いてよ。最近の私は空気みたい。こういう話についていけない私が悪いのかな。インスタとか TikTok とかもっと詳しかったら、リミも一緒にいてつまらないって思わないのかな。私はそうやって自分のせいだと思っていたけれど、リミが私に冷たくするのはそれだけが理由じゃなかったことがこの後だんだんと明らかになっていく。で今日ずっとクラスの女の子から言われた言葉がぐるぐるしてる。確かにビミは最近あからさまに私を無視したり、2人で一緒にいてもつまんなそうな顔をする。それに私と山田くんが話している時は特に不機嫌なことが多いかも。なんや、おとなしく今日も一段と暗い顔をしているね。そう、すいません、ほっとしていて。いやいや、いいんだよ。私たちみたいなアーティストには悩みはつきものだからね。部長に変な質問してもいいですか？いいよ、もう一度どんときたまえ。部長は友達っていますか？その質問は君が私を友達のいないぼっち人間と認識しての質問かな。そんな部長が所長と変な人だからってそんな失礼なこと思わないです。部長はちょっと変だけど優しいし。うん、いい、もう私には友達がいないから。本当に友達いないんだ。ただ別に私はそれを恥ずかしいと思ったことはないし、寂しいと思ったことはないの。ところでおとなしくん、君は友達がいなくて悩んでいるのかい？友達がいないというか、唯一友達だと思っていた子が実は私のことを友達だと思っていないかもしれなくて。なんでそう思うんだい？私といるとつまらなそうだなって思う習慣があったり、それに今日クラスメイトにも対等な友達だと思われてないって言われちゃって。それで君はその子と友達をやめたいのかい？どうなんでしょうか。一緒にいると心がすり減っていく感じはします。でも私なんてその子がいなかったら本当につまらないし暗いし、そんな私と一緒にいてくれる唯一の子なんです。ふむ、一つ君に言えることがあるとするなら、君はそこまで自分を下に見ることはないっていうことだね。え？自分を下に見すぎていると周りが見えなくなって自分自身も見えなくなるよ。最近やりとりしているその文通相手は君が思ってるよりずっと君自身を見ていてくれるよ。部長、長話はこれまで。残った心のモヤモヤは君の作品にぶつけてくれ。じゃあ自分自身も見えなくなるか。そういえばいつから私はこんなに自分に自信なかったっけ。あ、今日も手紙が届いてる。大したことないなんて言わないで。絵が好きなのは絵を見ていたらわかるよ。あなたの絵がとても好きだよ。私自身がもっと自分を好きになってあげないと。この絵にも手紙の相手にも失礼だよね。最近はビンビのことでずっとモヤモヤしていたけれど、一旦考えるのはやめよう。この後私はビミのせいでどんどん大変なことに巻き込まれていくなんて、この時の私は知る由もなかった。おとなしさん、これあげる。え、ありがとう。でも急になんで？この前英語の小テストの時いろいろ助けてもらっちゃったじゃん。のお礼。そんな全然気にしなくていいのに。いいからもらって。嫌いじゃなかった？そのお茶。うん、大好きなやつ、ありがとう。こちらこそ、この前はありがとう。あと、いつもビミとの会話邪魔しちゃってごめんね。あ、それは大丈夫。ガンタ君いる方がビミも楽しそうだし。それよりさ、おとなしさんっていつから今みたいな絵描いてんの？絵はずっと好きで、小学校の図工で絵の具を使い出してからいろいろ描き始めたかな。そうなんだ。俺さ、この前も話したけど、見るのは好きでも描くのは全然でさ、小学校の図工とかいつも C ばっかりだった。 C なんて逆に取れるの？自分で取れるんだよ。なんなら今度持ってきてあげるよ、俺の通知表。いや、いいよ、そこまで疑ってないよ。ビミがいないガンタ君との2人の会話はすごく楽しくて久々に笑った気がする。でも私はこの時ビミが私のことをじっと睨むように見ていたなんて全然気づかなかった。ごめんね、放課後に残ってもらっちゃって。いや全然大丈夫だよ。それより頼みたいことって？あーね、もうなんとなく気づいてるかもしれないけど、私ガンタ君のこといいなって思ってるんだよね。え？
あ、そうだったんだ。ごめん、私鈍くて全然気づかなくて。ううん、エコとはそういう話はあまりしなかったもんね。ユミはガンタ君のどういうところを好きになったの？え、聞いちゃう？それはさ、ガンタ君かっこいいじゃん。顔もだけど、スポーツもできるし、サッカー部でも期待の新人なんだよ。確かにそうだね。ああいう人と付き合えたらさ、それだけでなんかいいじゃん。クラスでも人気者じゃん、ガンタ君って。山田くんも優しいしね。そう、ガンタくんって誰にでも優しいからさ、勘違いした女の子たちからさ、すごくモテるでしょ。だから早めに誰とガンタくんがお似合いなのかってはっきりさせた方がいいと思うんだよね。そうなのかな。そうだよ、かっこいい人の横にはさ、中途半端な子じゃダメなの。ちゃんと釣り合う子じゃないと。ねえ、私とガンタくんってどう？ユミは可愛いし、男子からも人気だと思うよ。違う違う、お似合いかどうかって聞いてんの。はっきり答えて。お似合いかどうかはガンタ君が決めることなんじゃ。何言ってんの、違うわよ。判断するのは周りなの。イケメンのアイドルがブサイクな女と付き合ってたらみんな言うでしょ。なんでその女なの、もっといい子がいたでしょって。今日のビミは一段と怖かった。何も言わせない、そんな雰囲気があった。私、ガンタ君に告白してもいいと思う？いいと思うよ。紹介して心がチクンと痛んだ気がした。なんだろう。ありがとう、エイコにもそう言ってもらえてほっとした。じゃあエイコ協力してね。じゃあこれ。これはラブレターに決まってるじゃん。今時手紙なんてどうなのかなって思ったけど、ガンタ君スマホ持ってないしさ、 LINE とかもできないじゃん。直接言うのはちょっと恥ずかしいし。これ私が落とすの？そうだよ、私から落とすのは恥ずかしいし。だから A 子お願いね、絶対渡してね。じゃあ私はここで待ってるから、渡してきたら回答も聞いてきて。あ、山田くんごめんね、部活中に急に呼び出して。いや全然大丈夫だよ、急でびっくりしたけど。どうしたの突然。そうだよね、実は渡したいものがあって。渡したいもの？これなんだけど。手紙？これ音出しさんから？あ、違う、私からじゃなくてビミから渡してほしいって頼まれて。ビミから？自分で渡すのは恥ずかしいからって、代わりに私が。そっか、ありがとう、わざわざ。でね、返事も聞いてきてって言われてて。え、音出しさんに伝えるの？ごめんね、私伝えになっちゃって。全然いいよ、トラスさんが謝ることじゃないし。じゃあちょっと待ってて。ずっと心臓がドキドキしてる。ガンタ君はなんて返事するんだろう。もし OK だったら。考えるとまた胸がチクンと痛む。トラスさん、紙返すね。それで返事なんだけど、他に気になってる子がいるから町には答えられないって伝えてほしい。トラスさん、分かった。伝えるね、ありがとう。時間割いてくれて。他に気になってる子がいるんだ。ユミの気持ちに応えられないぐらい気になってる子が。どうしよう、さっきよりずっと胸が痛い。私やっぱりガンタ君のことが好きなんだ。え、子おかえり、どうだった？何、どうしたの？てか、なんで私の手紙まだ持ってんの？これはガンタ君に返されたの。は？で、返事は？いいから早く言ってよ。山田君、他にも気になってる子がいるって。だからビミの気持ちには応えられないって。は？何それ、誰？その気になってる子って。そこまではわからないけど。ねえ、本当にちゃんと渡してくれたの？いや、渡したよ。信じられないんだけど、手紙も持って帰ってくるしさ。他に気になってる子がいる？ガンタ君、私以外の女子と話してるところなんてほとんど見たことないんだけど。確かにそうだけど、小学校の同級生とかいろいろいるかもしれないし。ねえ、A 子嘘言ってないよね？嘘なんて言ってないよ。 A 子さ、ガンタ君のこと好きなんでしょ？え？わかるよ、ガンタ君って優しいもんね、A 子みたいな地味な子にもさ。でもさ、よく考えてみてよ、ガンタ君が A 子のこと好きになるわけなくない？なんでそんなこと言うの？私は山田君のことが好きなんて一言も言ってない。じゃあ違うんだ。なら別にいいけどさ、自覚しなよ。 A 子なんてさ、私が友達になってなかったらただのぼっちじゃん。一人ぼっちなんてかわいそうだなと思って声かけてあげたのにさ。ひどい、そんな風に思ってたの？ひどいのはそっちだよ、友達に嘘つくなんてさ。あんたなんて私の引き立て役なの。一人ぼっちのクラスメイトにも声をかけてあげる優しい私のね。
友達だと思ってたのに。友達だよ。エイコが変に勘違いしなければ、私たちはずっと友達。私嘘なんてついてないし、勘違いだってしてないよ。ガンタ君はあんたのことなんか好きになんないよ。そんなことわかってる。でもガンタ君はビミのことも好きにならないのは当たり前だと思う。は？何それ。ビミはガンタ君の表面ばっかり見て、同じように人気者でかっこいい人がいたら誰だっていいじゃん。ねえ、調子なんだよ、私の引き立て役のくせに。悔しいし悲しい、あんな風に思われてたなんて。この時私は今日の辛い気持ちばかりで、まさか次の日あんなことになるなんて思ってもいなかった。ビミちゃん大丈夫？どうしたの？ビミがこの時間に教室にいるなんて珍しい。何があったんだろう。机に散らばっているあの紙はもしかして昨日の手紙？あやー、みんなどうした？昨日ガンタ君に渡した手紙はこんな風になって、今日机に置いてあったの。これ見て。勘違い女、ガンタ君に近づくな、私はあんたの引き立て役じゃないって書かれてる。やっぱりあのバラバラになった紙は昨日の。一体誰がこんなことを。この手紙は昨日 A 子に渡したの。ガンタ君に渡してほしいって。でも昨日戻ってきた A 子に、ガンタ君はあんたなんか好きになるわけないって言われて、それで朝学校に来たらこんな風になってて、 A 子もガンタ君が好きだからって。こんなことひどいよ。おとなしさんがやったってこと？え、おとなしい人だと思ってたけど結構えぐいことするね。それね、やばいわ。違う、私そんなこと。声が出ない。否定しなきゃいけないのに。トラシさんはやってないよそんなこと。え、この紙に書いてる文字雑だけど、おとなしさんと全然違う。でもこの手紙は A 子にしか渡してないし。でもおとなしさんがやったとは限らないだろう。これにはおとなしさんがそんなことする人だとは思わない。ねえ、おとなしさん。違う、私こんなことしてない。手紙はちゃんとビミに返したでしょ。え、じゃあビミのチームってこと？確かにいつもビミってホームルームギリギリに来るのに、今日はすごい早い時間からいたような。何、私がやったって言いたいの？いい加減にしてよ。なんで私がそんなこと。誰がやったかわからない。でも私はやってない。私引き立て役でもよかったよ。でもどんどん自分がすり減っていく気がしてつらかった。それにやってないことをやったって言ってあげられない。私のことは私が一番大事にしてあげないとって気づいたから。ガンタ君、さっきはありがとう。逆にごめん。あの時俺が直接ビミに伝えに行くべきだったなって思って。そんな、ガンタ君は何も悪くないよ。なんか、おとなしさん雰囲気変わったね。なんか、たくましくない？何それ。あ、そういえば、なんで山田君は私の家じゃないって分かったの？え、それは…え？美術室にさ、手紙あったでしょ？なんでそれを山田君が知ってるの？あれ、俺が書いてたんだ。え、山田君が？サッカー部で練習してたら見えるんだ。美術室で絵描いてるところ、もっと仲良くなりたかったから、おとなしさんと。誰だか全然分からなかったよ。でも嬉しいよ。それに私もこの手紙の人と友達になれたらいいのにってずっと思ってたから。友達って言うだけじゃやだな。え？俺昨日気になる人がいるって言ったじゃん。また手紙を置いてくるだろう。置きに来るだろう。また置きに来るだろう。手紙を。また手紙を置いてくるだろう。置きに来るだろう。